いけない。今は余計なことは考えないようにしなくちゃ。ありがとうございました。はっ、バックマル、おかえり。おほう。で、どうだった？ダメだ、村を全部回って結局反応ゼロ。そう、無駄足だったと思ったら余計腹減っちゃってさ。ご苦労様、今美味しいスパゲッティを持ってくるから。バクマル、お帰りなさい。そんなことよりスパゲッティは？いや、実はね、たった今なんだけど、トマトソースがなくなってしまいましたの。それじゃあ本日のスパゲッティはこれにて終了。そりゃないよ。やった、終わったのね。すみません、お客様、トマトソース品切れのため本日はこれで閉店にさせていただきます。全然ないの？はい、材料がないんだ、作りようがないか。申し訳ありません。また明日ご来店を。はい、どう。こちらトマトソースをお届けに上がりました。やっと終わったのに。まともじゃないな。やっぱりね。おじいさん、やっぱりでしたね。やっぱりだったの。やっぱりってどういうこと？それがの、見ての通りの異常な人気で、トマトソースがある限りわしらは休ませてもらえんのじゃ。しかもなんとかトマトソースを使い終わると、いつも数に追加のソースが届いてしまう。いつもこんなにタイミングよく？そうなんじゃ。おかげで肝心の仕事は何にもできなくて、まるでわしを竹林へ行かせないように。そうか、これがジャレモンスターの計画だということは。おい待て、何かご用で？ジャレ商談。一体何者だ？十二戦士爆裂エドレンジャー。ほう、俺と剣でやり合おうってのか。いいだろう、みんな下がってろ。よし、行くぞ。獣、ジャレモンスターか。バクマル、なんじゃあれは。大丈夫か。出てきちゃダメ、クリーム。二人とも早く。クリーム、クリーム。ガオ、間に合ったようだな。ガオ、来てくれたのか。ガオさん、ナイスキャッチ。さてと、さっさと片付けしまおうや。いるぞ、ジャレモンスター
やったな、バクマル。おお、なんと美しい。きっとわしらの願いが手に届いたのじゃ。名前は、そうじゃ、かぐや姫にしよう。ノベルワールドが元に戻ってよかったでにゃろり。ほんと、僕子守はもうコリコリだよ。あ、名前切ってん。どうしたんだクリーム、元気がないぞ。かぐや姫のことを考えてるのか。うん、最後には悲しい別れが待っているのよ。子供は必ず最後には親から独り立ちしていくもんさ。でもそれは悲しいことじゃないだろう。それよりもっと大事なことは、子供が欲しいという二人の願いがようやく叶ったってことじゃないかな。これでよかったのさ。あたいたちエトレンジャーはノベルワールドをあるべき元の姿に戻すのが使命なんだよ。くよくよしてちゃダメさ。わかったわ。あたし一生懸命ノベルワールドを守ってみせるわ。シャーシャー。そうでウッシー。あ、せめてあのスパゲティ一口だけでも食べたかった。いいね、あんたの悩みはわかりやすくって。腹減った。爆裂エトレンジャー、赤ずきんちゃんに気をつけて。あれ、ショーだ。